ちょっと失敗したケースがありまして、はい、優先順位をつけるとしたら何だと思います？後回しにしちゃうなんていうケースって結構多いんですよね。バッサリとね、口座差し押さえされましたよ。こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は青木白英さんと一緒にお送りします。青木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ？はい、あ、はい。壁ができてるんですけど。そうなんですよ。すごいですね、これ。ちょっとついに買ってしまいました、このアクリル板。テレビっぽいですね、これ。そうそう。そのテレビでね、ちょっとヒントいたんだけども、まあ、これまではね、ちょっとこう、離れて、収録して、はいはいはい、で、ね、はい、で後からこう、編集でね、ガチャってくっつけてて、うん、お送りしましたけど、まあ、その、編集が、まあ、結構大変だということで、そうですね、編集担当の青木さんからですね、まあ大クレームが来て何とかせいってことだったんで、じゃあもう物理的にね、こう壁を作って、まあ、そのコロナ対策しようってことでですね、ちょっとこれを作ってみました。いいですね。買ってみました。うん、いいですね、これ。もうこういうとこはチーですよ。もう安心してください。編集も楽だし。で、さらにね、そのマイクも買ってみましたよ、ついでに。すごい。まあ、これまでよりもね、だいぶこう音もクリアになるんじゃないかなというふうに思いますんで、はい、いいですね、はい、まあ、そこは別に編集には関係ないのかな、そうですね、はい、まあまあそんな感じでですね、今回はお送りしたいなというふうに思いますけれども、今回はですね、経営者の質問シリーズをですね、またやろうかなというふうに思ってるんですけども、はい、白英さんから質問があるということで、そうですね、はい、お願いします。今回はですね、ええ、まあ今ね、うん、コロナウイルスで、ね、うん、なかなか収束も見えない中、そうですね、私の会社も、うん、まあ、いろいろな取り組みとかもしてますけども、うん、そうですね、うん、で私の知り合いの社長さんとか、うん、まあ、あとこれから2代目になる社長さんから、うん、まあ、質問が来てたんですけども、うん、あ、なるほどね、要はそうかそうか、知り合いの社長さんだとか、これから会社を引き継ぐ、はい、まあ、事業承継する控えてる方からのご質問ということで、はい、で、まあ、私の会社はね、うん、まあ、慎太郎がいるので、はい、まあ、そういう情報とかですね、そうですね、いろいろ入ってきますし、うん、資金繰りなんかもね、うん、まあ、対応してもらってるんですけども、そうですね、はい、でそれを、まあ、よくその仲間内とかで話して聞いてる、うん、その先ほど言った社長さんとか、うん、2代目を控えてる社長さんの方から、うんうん、私のところにね、うん、結構質問が来るんですよ。なるほど、質問が来る、はい、それつまりは私といろいろと話してるの知ってて、はい、まあ、そういう人いるよね、会社に来てるよねと、コンサルタントが、はい、そのコンサルタントに聞いてみてくれと、そうそう、いうことを言われてもね、はい、もうね、ぜひ言ってほしいんですけど、その社長さんにね、はい、もうグッドアドバイス今からしますけど、私と契約してくださいと。まあそれが一番そうですね。また聞きしてもあんまり意味がないんでということで、はい、まあまあまあ、それはいいとして、はい、で、まあ、どんな質問かというと、あ、そうですね、はい、うん、まあ、その会社さんも今回のコロナで資金繰りがまあ厳しい状況ではあるんですけども、でいろいろな支払いってありますよね。でその支払いの中で絶対に遅らせてはいけない支払いと、まあちょっとは遅れても大丈夫なものっていうのはありますかと。例えばですね、税金とか社会保険料で、特に社会保険料なんかは、まあ、人数を多く抱えている会社さんだと、はい、金額的に結構厳しいですよね。確かにね、はい、うん、あと、うん、銀行の返済とか、はい、ありますね、はい、で銀行の返済は、うん、もう私の会社では一時的に、うん、まあ、リスケしたんで、うん、まあ、その遅らせられるってことを知っていたので、うん、いいんですけども、うん、そういう銀行の返済とかも、うん、遅らせても大丈夫なのかみたいな質問が来てるんですよ。なるほどなるほど、まあ、要はいろんなこう会社って日々、まあ、入金もあれば支払いもあるという中で、はい、その支払いが、まあ、いくつか種類があるものの中で、まあ、優先順位的なものって何かあるのとか、どうすれば、はい、どうやって考えればいいのかっていう、そんな話ですかね。そうですね。なるほど。で実は私の会社でもですね、うん、ちょっと失敗したケースがありまして、はい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 、自らね、自らですね、うん、まあ、その頃はね、資金繰り表とかも作ってなくて、うん、まあ、その慎太郎と出会う前だった、うん、話なんですけども、で一時的にですね、うん、お金に余裕があった時期があって、入金がちょっと多くあって、多くあった時があって、でその時ってちょっと社会保険料ですね、うん、滞ってた時だったんですね、はい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 、でその一時的、まさか一時的にその入った、うん、そのお金を一気に払ってしまおうと、社会保険料溜まってるやつをね、はいはい、
で一気に支払ったんですね、はいはいはい、そしたらですね、うん、その後がですね資金繰りがだいぶ厳しくなってでしょう、ね、というかですね、まあほぼアウトっていうかまあアウトではなかったんでしょうけど、アウトではなかったですけど、まあ、ギリギリのところまで行っちゃったと。そうですね、っていうケースがあったんですよ、はいはい、なのでまあ資金繰り表を作ってない会社さんとかは、うん、結構そういうケースって多いんじゃないかな、うん、まあ多いでしょうね、はい、あ、まあそれね本当にねあるあるなんですよ、うん、まあ、あるから払ったはいいけどその後また違う支払いがあって資金繰り詰まっちゃったみたいなことってすごく多いんで、ある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 、まさにお手本のような失敗なんだけどまあでも本当にそれはねやっぱ資金繰り表を作ってないと、はい、どうしたって先々分かんないから、まあ、当然それは未払いになっている社会保険料だって払わなきゃならないもんなんでね、うん、払うっていう行動自体は別に間違っちゃいないんでしょうけど、はい、まあ、タイミングとしてどうだったの、正しかったのかとか、うん、今全額払うべきだったのかとか、そんな判断はねやっぱありますよね、はい、まあ、実はこういうことに関してはよくまあ、実際やっぱあるので、私もねつい先日って、でももう5月ぐらいだからちょっと前ですけど、メルマガにもねちょうど書いたところなんですね、はい、まあ、あとね私の著書にもねそういったことをね実は書いてるんで、まあ、ぜひですねその友達に、はい、まあ、読むように言っといてください、はい、以上ですいや今回この YouTube があるんでちょっと、はい、そこで、はい、すいません冗談です、はい、じゃ逆にですねちょっと白慶に質問したいんですけども、会社のね支払い、まあ、いくつかこういろんな種類あると思いますけども、はい、まあ、代表的なものをこうカテゴリーに分けたらね何があると思いますか。まあ主には、うん、まあ、まずは給料、社員の給料ですね、はい、そうですね、給料、うん、それからまあ仕入れ代、仕入れ代、はい、うんうん、であとはまあ税金だとか、うん、社会保険、はい、で銀行から借りている場合は銀行の返済、そうですね、主にそんなところじゃないですかね。まあそうですね、あとは、まあ、家賃とか、はいはい、水道光熱費とか、うんうん、まあ、そういったいわゆる諸経費っていうのもね、うん、入ってきますね、うん、まあ、でも大体そんなところですね、まあ、大きく分けると、まあ、今言ったような、まあ、お給料、まあ、人件費ですね、はい、あとは仕入れ代とか言いましたけども、うん、仕入れ代とか、あとは外注費なんかいうところもあると思うんですけども、まあ、いわゆる買掛金ですね、うん、あとは今言った私が言った諸経費、まあ、家賃とか水道光熱費とかそういったもの、はい、あとは税金、社会保険料、そして銀行への返済と、まあ、大体ねこの5つぐらいにカテゴリー分けられるんですね、うんうんうん、でじゃあねこの5つカテゴリー今分けましたけどね、人件費、買掛金、うん、諸経費、税金、社会保険料、銀行への返済と、まあ、この5つの、分けましたけど、これを、まあ、優先順位をつけるとしたら何だと思います？と言っても、うん、あなたも知ってるんで分かってると思うんでクイズならないんで、はい、そういったことをねあんまりやっぱ分かってない、まあ、例えばそのご質問いただいた社長さんとか分かってらっしゃらないじゃないですか、はいはい、そういった方々がどういうふうな優先順位をつけがちかはどうだと思いますか、うんうんうん、そういうちょっと気持ちに変わってみて、うん、結構その話とかに出てくるので言うと、うん、はい、まあ、銀行の返済はね、うん、ちょっと遅らせるとまずいみたいな話とか、はい、うん、あとは社会保険料もね、はいはい、差し押さえられるみたいな話を聞くので、うん、そうですね、結構そういうところを優先順位高く持っている経営者さんって多いんじゃないかなとは思うんですけど、まさにそうと思いますね。やっぱその銀行の返済とか、まあ、税金、社会保険料っていうのは、うん、まあ、今おっしゃったようにその差し押さえされるだとか、うん、まあ、あとはまあ、担保なんかいたら担保取られちゃうなんていう気持ちもあるから、ついついそっちは優先してしまう。でお給料なんかっていうのは、まあ、いわゆる社員さんだから、まあ、自分の会社の人間だから、うん、ちょっと身内のイメージが強くなって、まあ、ちょっとこう無理聞いてくれるんじゃないかななんていう気持ちでお給料を後回しにしちゃうなんていうケースだとか、はい、あとは仕入れ先とか外注先も、まあ、これはまあ外の人間だからもちろん身内じゃないんですけど、でもまあよく知ってる間柄の社長さんとかだったらごめんなさいって言いやすいだとかってことで、うん、そういったところをね、まあ、甘えちゃうっていうんですかね、そちらを先に払うべきなんだけども後回しにしちゃうなんていうケースって結構多いんですよね。うん、なるほど、うん、まあ、私の会社の社長はね、うん、どちらかというと逆にその身近なところから支払うっていうのが大切にしてたので、うん、はい、まあ、そこら辺は逆にしっかりしてたとは思うんですけど、うん、そうですね、まあ、ね、私の給料はね、うん、
何回も遅れたことありますけど確かにちょっと役員報酬ですよね一応、まあ、そうですね役員報酬はねちょっとねあのまあもちろんこれもお給料だから、まあ、そうですね、はい、優先順位高いんだけども、まあ、人件費のあ、まあ、いわゆる 社員さんへの給料と比べると、はいはいまあ、若干下がる可能性があるかなというふうに思いますね、はいはい、でもまあ人件費あとは仕入れ代っていうのはまあ、社長はしっかりと先に払うという意識が強かったというのは本当さすがで、うんまあね、私社長さんいや私社長のことをよく知ってますけど、まあ、社長らしいしっかりとした判断だなというふうには思いますね、うんうんまあ、あのやっぱり人件費を遅らせると、うん、当然お給料もらえないということになるから社員さんのモチベーションって当然下がるしそうです、ねまあ、当然会社への信頼感もね、はい、なくなってきて、まあ、仕事が下手したらちゃんとやってもらえないなんてことも起きるかもしれないってことですまさにそうですね、うん、やっぱもう人件費はダントツね、うん、あの大事ですよね、まあ、あとやっぱ仕入れ先とか外注費なんかも、まあ、いわゆる外部であっても、まあ、仕事のパートナー、はい、やっぱここもね遅らせるっていうのはまあ基本的には間違ってるかなっていうところはありますよね、はい、でもそういったね、派遣の社長のねのようにしっかりとそういった考えを持っている方であってもいわゆるこの資金繰り表を作ってないと、うんうん、そこら辺の、まあ、さっきのねその先に社会保険料払っちゃったみたいなことになるように、はいまあ、タイミングのね失敗というんですかね、はいまあ、結局だから人件費は先に払うべきもんだと思ってても先に社会保険料結局払っちゃってるから、はい、人件費払えなくなっちゃったみたいなことが、まあ、要は気持ちとは別に資金繰り上の問題で起きるということですよね、うん、そういうことですね、まあ、そこがやっぱねあの資金繰り表を作ることの大切さなんですよね、うんうん、そうですよね、うん、それはね、うん、今ならあのよくわかるんですよ。そうですよね、うん、でそうするとこうまとめると、うんはい、先ほど言ったその5つのカテゴリーの優先順位というか、うん、それはどういう順番になるんですか？改めてね、はいはい、そうですね、まあ、結論から言うと、まあ、さっき私が言った順番そのままなんですけど、はいまあ、1番目がやっぱ人件費これはね先ほど言ったようにもうお給料を暮らすと社員さんのモチベーション下がりますからこれはもうダントツ1位だと考えた方がいいですよね。で2番目はやっぱさっきも言ったようにあのパートナーですね外部のパートナー、はい、仕入れ先だとか外注先といったところへの支払い、まあ、買いかけ金ですよね、うんまあ、これはやっぱり2番目になってくるんだろうなと思いますね。で3番目は、まあ、ちょっとここは迷うところかもしれないけども、まあ、諸経費ですね家賃とか、はいまあ、そういった、まあ、水道光熱費なんかも含めて、まあ、いわゆる諸経費で4番目に税金とか社会保険料で最後に、まあ、銀行の、ね、返済が来ると、まあ、そんなようなざくっとしたイメージはそんなイメージで持ってもらえればなと思いますね、うん、なるほど、うん、やっぱりその税金とか社会保険料とか、うん、その銀行の返済、うんはい、っていうのは優先順位っていうのは低くなるんですね、うん、まあそうですね、うんうん、でもなんかその銀行の返済だとね、うん、さっき言った担保に入れちゃってる時とか、うんはい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 、それは返済遅れたら取られちゃうとか、うん、あと社会保険料とかも、うん、その滞納すると差し押さえられちゃうっていうことをよく聞くので実際ね優先順位下げちゃって大丈夫なのかなっていう意見はありますよね、うん、そうですね、まあ、それ正しいですね、うん、あの もちろんなんですけども優先順位をまあ下げるとまあ、4番目5番目にしようって言っても、うん、決してほっとけばいいですよっていう話ではなくて当然なんですけど放っておいたらですね今言ったように担保を差し入れたらね、うん、担保をあの持って帰っちゃうってこともあるだろうしあの税金とか社会保険料も滞納したままほっとけば、口座の差し押さえ銀行口座の差し押さえなんてことも当然起こってくるので、うん、あのそれはまずいんですよ、うん、特にあの社会保険料なんかは結構普通に差し押さえしますからね。まあ、あの税金の場合も差し押さえられるんですけど社会保険料の方がね私のイメージでは結構手が早いっていうイメージ。あの実際私の顧問先なんかでもあのもうちょっとね溜まってた会社さんがあって社長これあの年金事務所の方から連絡来ると思うんですけどちゃんとしっかりと対応してくださいねあの無視しちゃダメですよって言ってたんですよ、うんうん、なのにまあ忙しかったとかいろいろ理由はあったんでしょうけど、まあ、連絡に対して対応してなかったらあっさりとね口座差し押さえされましたよ、うん、結構早いんですねすぐ、うん、もう舐めちゃダメです本当にあのなんかね勘違いなんだと思うんだけど国だからそんなことしないでしょみたいな感じる方も多いんですけど国だからこそやるというか、はいまあ、特に社会保険料ってお給料から一部
差し引いてね、うんうんうん、で預かったお金を後から会社の負担分と揃えて納付するわけじゃないですか。だから、まあ、言い方変えればそれって社員さんのお金なんですよ、うんうん、そうですね、預かってるお金なの、はい、それを要は、まあ、もらっちゃってるような状況になってるっていうところで、うん、やっぱその社会的にも問題あるよねっていうことで、うん、社会保険事務、年金事務所はサクッとねダメよって感じで抑えるっていうのはこれ本当にねリアルにあるんで気をつけてもらいたいなというふうに思いますね、はい。まあ、あとですね、銀行の返済ね、はい、まあ、これは発見のところは、まあ、前にね一度リスケジュールもしてるし、はい、まあ、これについてはちょっと対談の動画でね、そうリスケの話もしましたけども、まあ、ちょっとこれにその時のサムネイルかなんか出しておこうかなと思いますけど、はい、これかな、はい、はい、まあ条件変更のねリスケジュールの場合はいわゆる返済の条件変更の手続きをするということになるし、うん、あとは税金とか社会保険料なんかも税務署とか年金事務所の方にですね、うん、行って、でその納付をね猶予してもらうっていう手続きをするっていうことをやっぱりしっかりとしなきゃならないとなります、うん、で今ってやっぱりコロナウイルスの影響でですね、まあ、多くの会社が資金繰り厳しいっていう状況になってるんで、まあ、それはそこら辺は国も分かってるし銀行も分かってるんで、そういった猶予 のお願い、まあ、手続きだとか、うん、あとはリスケジュールの手続きなんかも、まあ、ハードル自体はねだいぶ下がってる、手続きはしやすくなってるんで、うん、まあ、そこはねしっかりとちゃんと伝えて手続きをすればですね対応はしてもらえますので、うん、そこはやってもらいたいなというふうに思いますね。なるほど、うん、もうコロナでその、うん、ハードルが低くなってるとはいえ、はい、まあ、リスケするときってね、うん、事業計画書を出さなきゃいけないんで、あれは大変ですよね。そうですね、私の会社でも作りましたけど、はい、さっき言ったここに出たサムネイルの時のまた出ちゃう、また出ちゃうんじゃん。あの時も大変だったっていう話しましたけど、はい、そう、まあ、大変は大変ですね、計画書作りはね。はい、まあ、おっしゃる通りリスケジュールするためには、まあ、原則っていうか基本的にはやっぱり経営改善計画書、うん、まあ、リスケジュール返済猶予してもらう代わりというかするにあたって、こうやって経営改善しますからお願いしますみたいな計画書っていうのはやっぱ必要になってくるわけですよ、うん、まあ、これ確かに作るの大変なんですけども、まあ、今はねこのコロナの影響を受けてですね、まあ、銀行も柔軟にね対応してくれているという状況になります。なので経営改善企画書、まあ、作るの大変ですけども、これ作るのに時間かかっちゃうよってことであればですね、まあ、まずはもう、まあ、手ぶらでもいいので、うん、取引銀行さんの方に行ってですね、で状況を説明してリスケジュールをしたいんですって伝えれば、まあ、とりあえずはですねリスケには応じてくれるはずですね、うん、でその後改めて経営改善計画書をですね作ったものを提出すれば、まあ、いいですよってことになると思います。あとねリースありますよね。ああ リース、まあ、リースもちょっとこう返済に近いじゃないですか、イメージ的には、うんうん、でリースっていうのはやっぱでもね、そうは言っても銀行融資とは違うんですよね、うん、リースっていうのはね本来リスケっていうのがねできないんですけど、うんうん、でもね今はねリスケのできる可能性もねあるんですね。まあ、銀行ほどね楽ではないんですけども、まあ、状況に応じてね リース会社にもそういった相談をしてみてもいいんじゃないかなというのも思いますね。そんな発想はちょっとなかったですね、うん、そうなんです。リースね、リスケするってそうできないと思ってたんで、やっぱそう思います、うん、そうなんですよね。実際ね原則言う通りリースはできないんですよ、リスケジュールは、うん、まあ、そういう概念は本来ないんですよ。なんですけど実は4月頃にですね経済産業省の方からリース会社の方に要望書が出ていて、まあ、このコロナの影響を受けてね、まあ、リースの支払い厳しいっていう会社も出てきてるから、そのリース会社さんもそういった要望には柔軟に応えてくださいねっていうように、うん、国の方からね要望書が出てるんですよ、まあ、それを受けて、まあ、ある程度柔軟には対応しましょうということになっています、うん、まあ、とはいえさっきも言ったように、まあ、銀行のリスケのように甘いわけではないということですね、うん、いわゆる銀行のリスケって、まあ、だいたい期間って半年とか1年とかっていう期間で取るんですけども、まあ、なかなかリースのリスケでそんな半年とか1年とかいう長い期間で対応するっていうのはあまりないですね、うん、実際私ねリーマンショックの時やっぱ同じようにですねこういった
国の方からリース会社に資金繰りの支援のためにリース系対応してあげてくださいなんていう要望書を出た時にですね、顧問先がやっぱリース料がすごく重い会社さんがあったんですね。すごく毎月毎月の支払いが大きかったんですね。でこれなんとかしないとちょっと資金繰りをつかないねっていうところで、リース会社さんの方に、まあ、リース系のお願いってことあるんですよ、一緒に社長と。へえ、うん、でその時、まあ、もちろん計画しっかりと作って説明して、まあ、分かってもらいたいんですけど、でもそれでもね、やっぱりね3ヶ月とかそんなレベルですね、対応してくれるのは。まあ、そういった意味では、まあ、リースのリスケっていうのはそんなね、こう銀行のリスケとは全く同じじゃないから、うん、難しさももちろんあるんですけども、まあ、状況を伝えて対応してもらうってことは、まあ、可能ではあるってことは知ってもらえたらいいなと思いますね。うん、まあ、とはいえですね、まあ、何でもかんでも支払いを猶予すればいいっていうものでも、まあ、もちろんないので、まあ、そうですね、そう、そこはね勘違いしなきゃでほしいなと思いますね。うん、やっぱ待ってもらったら当然払わなきゃならない、先に、その先にね、はい、だから全部スキップするのはいいけど、その後後々厳しくなるってこともあるんで、うん、やっぱりですね、しっかりと資金繰り表をまず最低限作ってですね、シミュレーションをして、で的確にですね、早め早めの判断をしてもらうってことが、これすごく大事なことなんですね。まあ、これ実際ね、もう痛いこと分かっていらっしゃるとは思うんですけども、はいはい、もうめちゃめちゃもうすごく大事です。でさらに最も大事なことはですね、まあ、これはもう発見もよくわかってると思いますけども、経営改善計画書を作ったのはそれを着実にやっぱ実行することですよね。うん、そうですね、うん、これね、これからやっぱ立ち直っていかなきゃならないわけなんですけども、立ち直るためには必ず必要なのはもう計画を実行することしかないんですよね。そうですね、うん、行動することはね、うん、一番大事というか、まあ、一番難しいですけど、はい、そう、一番難しいんですけどね、はい。まあ、私の会社もね、うん、過去にね、いろいろありながらも、うん、一歩一歩その行動して乗り越えてきたっていう、まあ、実績があるんで、うん、だから今回のコロナもね、そうですね、一つ一つその行動して乗り越えていきたいなとは思ってますけど、うん、はい、もうね、その気持ち大事ですよやっぱり多くの会社って計画書作りました、でもそのままでもう作ってほったらかしですっていう会社さんってやっぱ多いんですね、はい。だからなんか計画書が作ったって会社よくやらないでしょっていう社長さんもいらっしゃるんですよ、中には。でもそれって別に計画書が悪いんじゃなくて、計画書を作った後に行動しなかったその会社さんが悪かったっていうことにしか、まあ、基本的にならないと思うんですね。だからやっぱり計画を作ったならばそれを必ず実行すると、うん、これはもうぜひね、まあ、もう分かっていらっしゃると思うんですけども、まあ、改めてですね、ご理解いただいた上で実行してもらいたいなというふうに思います。ちょっと、ね、話ずれましたけども、まあ、そういった意味で、まあ、支払いの優先順位でしたね、今回話は。はい、そうですね、はい、ちょっとだいぶ話ぶれましたね、今ね。ぶれましたかねでもぶれたけど戻ってきましたね、うん、はい、そう、支払い順位に関してもやっぱ資金繰り表大事だし、資金繰り表を作った上での判断は大事ですよ。で支払い順位に関しては多くの社長さんはですね、税金とか社会保険料とか、まあ、銀行、まあ、そういったところをちょっと優先してしまうっていうケースも中にはね、はい、ある。まあ、最近はそういう社長さんだいぶ減ったかなという印象はあるんですけども、でもまだまだそういう人もいらっしゃるんですけども、やっぱそれよりも大事なのは人件費とか、はい、あとはまあ仕入れ先とか外注先っていった、まあ、外部のパートナーへの支払いっていったものをまあしっかりと先に払って、うん、で税金とか社会保険料、銀行の支払いはほっといてもいいわけじゃなくて、そこは手続きをすれば待ってもらえるから優先順位を下げられますよって、そういう話ですね。はい、何でも下げればいいって話じゃなくて、そうですね、そう、手続きをした上で、はい、結果的に優先順位を下げていくと、まあ、そういった考え方を持ってもらえればなというふうに思います。うん、ぜひですね、お友達の社長さんだとかこれが事業承継する社長さんにですね、教えてもらいたいなというふうに思います。多分これ見てもらえばね、そうですね、いいですよね。そう、見れば早いね。そう、まあ、そのためにこれ見てって言えばいいですよね。はい、もうあなたのために収録しましたと言ってあげてもらいたいなというふうに思います。はい、はい、まあ、ぜひですね、これを見てくれてる皆さんですね、その社長さん以外の方も見てくれてると思いますけども、ぜひですね、今回の動画ですね、ご参考にしてもらいたいなというふうに思います。で、コロナにですね負けずに必ず立ち直るためにもですね、ぜひ確実にですね、こう実行をするってことをですね、意識してもらいたいなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は、まあ、緊急時ですね、はい、このコロナの影響を受けたこの緊急時においてですね、まあ、支払いの優先順位をどうすればいいかっていうところを、まあ、お伝えしてきました。
また次回もですね、こういった、経営者さんの素朴なというか、疑問ですねをディスカッションするみたいなことですね、シリーズをやっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひチャンネル登録、多分そこら辺ですかね、ここだいたいそこら辺だと思うんですけど、はい、赤い四角いのがありますので、ぜひそこでですねクリックしてチャンネル登録ですねしていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、それでは青木さん、今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。